皆さんこんにちは、高橋貴子です。本日は動画活用その4ということで、教室集客 YouTube 動画投稿のコツの3っていうことについてお話をしたいと思います。YouTube 動画ですね、投稿のコツ3つなんですけれども、まず1つ目はですね、大量投稿になります。投稿数を増やすっていうことがまず1つ目で、2つ目ですね、コンテンツ重視、中身ですね、そちらの方もそのうち大事になってくるということで、気をつけて作っていくといいということ。あとその3ですね、検索対策ということで、生徒さんとかが教室を探すときにこういう言葉なら探されるんじゃないかっていうことを予測しながら、それをタイトルに入れたりとか、喋る中で気をつけながら喋っていくっていうようなところがあります。ですので、ただやみくもに動画を撮るのではなくって、そこの部分を把握しながら、撮っていかれると、よりよく効率よく作っていけると思いますので、このまず3つのコツ、こちらを覚えていてください。こちらの3つのコツについては、またその後の、巻きでですね、詳しくお伝えしていきたいと思いますので、またそちらをご覧いただいてください。それでは。